さあ久々の収録でございます、えー。本当に久々でどこまでストーリーが進んだのかもう記憶がね飛んでますね、えー。配信外でね、一応ギャング、自分、他ギャングと構想してテリトリーはもう全部取ったんだ。一応ね、収録は回してたんですよ、その時。 でもあまりにもこうギャングとのドンパチの絵面が地味すぎて動画アップするほどでもないなっていうのでもう全カットになったんですねだからえっ、ー、とねこの動画がアップされる頃はねいきなり全支配領域全部コンプリートしてるやんってなってると思います <laughs> さて悪徳警官テンペニーのもとへ運転は相変わら下手くそやなー あごめんね運転は本当にねなんかめっちゃ追撃されてるけどなにめっちゃ喧嘩売打ってくるやんかお前なんだな,なん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 めっちゃ喧嘩売打ってくるやんな,なんなんだよなんだよえな,な,なんなんなんこいつめっちゃ喧嘩売打ってくるぞなんだよ一般人やんな一般なん,なんなんめっちゃ喧嘩売打ってくる なんで敵対ギャングで、あ、どっか行ったか、どっか逃げたか。いや、まだおる、もしかして。あれはあれでちょっと気になるし、一般人惹かれてもテあるやんかあ。まだ、まだなんか遅いかかってきそうやな。え、なんでな、なんでななんでそんなお、お前に恨みか覚えはないことはないか ここまでね、移動するのに車ぶつかってきたからそれでお前ぶ,あぶつかってんちゃうぞっていうそういう怒りなんかなあの怖い世界やな治安悪いなあなんかだちょ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 ,ちょお,おい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 女の子やぞ女の子やぞお前これ一般市民えギャングちゃうよね ギャングあなんかでもチンピラっぽい匂いすんなおい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 えー、らいちやん悪いこんなやつがおんのかえー、だってねギャングちゃうもんねあくまでも一応一般市民のくくりには入るよねこのテクスチャーはね

Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah, how? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man?

はあ、武器の密輸をしてるわけだ。バラス、敵対ギャングバラスが。ああいう、まあ、ロシアマフィアとかそういうつながりなんかな。ここかここなのかやばそうな雰囲気やぞ。これ無事でいら、防弾チョッキがダメージ受けてたんだね。防弾チョッキ用意してとけたらよかったな。うわー 邪魔をするってなれば、両方から襲撃されるでしょう。なんとか中にし、うわ、めっちゃ雑な。雑やな、指示が。なんと、具体的にアイデアをくれよ。なんとか中に侵入しろって。まあ、言うたら、もうこのまま正面から入ってもいいわけだ。それやと蜂の巣になるのがオチやから。 裏口とかないかこう壁とか登ってねできる限りステルスでうあそうなったらサイレンサーピストルとかを持ってきてよかったかなーあー <laughs> ステルスキルできる武器がねチェーンソーなんかもバリバリ音にな,なるよこれええー、なんとか中に侵入しろって 車とか乗ったらできんことはないのかなちょっと背の高い。ああ、ちょうどいい。君ちょうどいいよ。君すごく、あ、ちょうどよくない。ごめん。ポリスがそばにおるから全然ちょうどよくないわ。てか、ポリス、目の前でカージャックされてんぞ。お前。<laughs> まあまあ、見逃してくれる分にはありがたいねんけど。警察仕事せえへんな。ええ、こっから勢いつけてジャンプ。おし。 よいしょ。でもね、メタルギアストリートほど、なんか、ステルスのシステムないねんな。無音で敵をキルするぐらいでね、そんながっつりとステルスのシステムないのよ、このゲーム。意外とガバガバやからな。 でもまあ、ええとこに背丈の高いトラックが来て。あ、これは何これ催涙ガスもしかして。催涙ガスやな。すげえ、催涙ガス。これ、どうやって使うどうしよう催涙ガス。ちょっと考えようか。 例えばこういうドラム缶を爆破させてこう敵の注意をそらしてその隙に目的地に潜入するみたいなことはできなくはないんだてかこっから普通に入れたんか普通に外から入るルートあったわわざわざ壁登らんでもやったな真ん中に行かなあかんけど普通に敵おるよ 武装しとこうか。どんな武器を持ってくる普通にね、フォークリフト動いてんのよ。コンテナの上とか登ってった方がいい意外なところから。仮に見つかったとしても高い位置からね。えー、これ見つかるって絶対。てかもうバレてんちゃうのこれ。 どう考えても不自然。ああ、案の定だわ。そらそうよ、見つかるとも。わわわわ、どうしましょう。レトロゲームならではの敵の AI もお利口ではないからな。うまく利用して。え、安全に。あっと、どっから

ちょっと、そんな近くに来られても困んねんな。上から行こうか。あいつは多分利口じゃないタイプやぞ。じゃあ、降りたらあかん、降りたら。降りたらあかん、降りたら。さあ、お入れなすってください。ちょっと、四角。あ、てか、普通にバカなのか、あいつは。オッケードラム缶を打ち抜いて、フォークリフトごと、お釈迦だぜ。あー、まだおるのか。あ、あそこや。 もうちょっと警備解除。シャッターはロックされてる。はあ、なるほど。結局ゴリ押しやねんな。防弾チョッキで回復。うわっと。まさかの待ち伏せ。まあ、中もね、警備はゼロというわけにはいかんでしょう。 慎重に進む門待ちもおるぞ、これは。おお、とっとっとっと、危ねー、like、えー。え、どこだそこか。まあ、普通に正面。で、 よしドラム缶で撃ち抜いて敵を一掃。おっとところどころ防弾チョッキを置いてくれてるのありがたいな意外と安全に行けるぞこれ慎重に進んだら ギャング構想でね敵ギャングがサブマシンガンとあとこれアサルトライフルね落としていってるんですよそれを手に入れたおかげで戦いはかなり有利になってるんですよねただここでゲームオーバーしてしまったらこう全ロスですから武器武器没収されちゃいますからだから慎重にいきたいところオッケー あらかた敵は片付いたのかなこれはこの上におっとあれはアサルトライフルだよ弾薬は補充しておこうもちろん威力もお墨付きやからねでもアサルトライフルよりあと M おっとなんだえ事務所内にいるおおあいつか あ,あ,いあいつあいつはちょっと硬いなボスやなうおっとちょっと待ってよあいつ硬いぞ硬いしこれは逃すわけにはいかないちょっとでもどこ行ったどこ行った おーし車に乗り込んで、まあ、本来やったら車乗り込んで、で、このバイクに乗ってカーチェイスで追い詰めるんでしょう。その前にキルしてやったぞ。いやー我ながらナイスな腕だ。